大きく揺れましても、この時の飛行の安全性に影響はありませんので、どうぞご安心ください。スペースでと YouTube ライブで明日の質問の説明会みたいなのをやります。で、そこにも書いてますけども、フォローしてる方だけご発言を限らせていただきます。ちょっと時間が限られてるのと、いつだったか放送事故みたいなのがあったんで恐縮ですが、よろしくお願いします。側に座ってるんで富士山が見えないですね。あ、やっぱり都心ルートだ。夕日は綺麗ですけどね。さっきから飛行機結構揺れてて、東京でしょ、違うかな、外苑かな。
と抜けた。しょうがないですよ、飛行機だから、 Wi-Fi だから。失礼します。ありがとうございました。最後まで見ていただいて。